ム、あ、ファーストファーストアルバム明日発売っていうテロップにします。ほい、こんばんは皆さん、今日も一日お疲れ様です。配信見に来てくれてありがとうございます。こんばんは。お、フラゲしましたか？早いですね。私も今日フラゲしました。じゃーん。こちらはあのオンラインで、オンラインストアで購入した CD が届きました。やったね。今日のショールームで開封したいと思います。生写真が入っている、あとあのバーベキューのシリアルナンバー入ってるので、それはちょっと応募できないんですけど、開封したいと思います。こんばんは。明日はリリースイベントがありますので、皆さん、なんと配信もあるので、ぜひ広島に来れないよって方も配信で一緒にあのアルバムリリース日を盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。こんばんは。やっほーやっほやっほー、ぜひ見てください。こんばんは。そう、インスタライブです。インスタライブでございます。こんばんは。ちょっとギフト読むね。 G2 さん、寒天ありがとう。たい焼きもありがとう。福ちゃんお疲れ。コウジさん、ハート。たかしんさん、たい焼き。しんいちさんお疲れ。福ちゃん、 G2 さん、コウジさん、しんいちさん、ひろし BKK さん、ひろっちさん、かんさん、さわっちょさん、しんちゃんさん、もりもりさん、しんくうけんさん、こうさん、たい焼きありがとうございます。ゆうたくん、レインボースター、お断りダブルでありがとうございます。ふくちゃん、寒天。トールさんお疲れ。じんれいさんお疲れ。しんいちさん、かびん。まーくん、お断りです。大吉さん、さのっちさん、こうさん、あきもさん、たい焼き、ともちたん、レインボースター、ろう人形さん、寒天。かめさん、あじさいゼリー。あやとくん、ハート、ありがとうございます。ぽんさん、ゲンゴロウさん、いっくん、ともっちたん、こうさん、わうわうさん、みきやくん、ありがとう。ビーディーマンさん、しんちゃんさん、りょうへいさん、ケイティさん、みゆちゃん、としさん、ありがとう。ありがとう、みんな。レフトさん、寒天ありがとう。じんれいさん、ケイティさん、ともっちたん、アイス、ガンドリさん、アンバさん、じんれいさん、アルテミスさん、G2 さん、レインボースター10個ありがとう。カズノシンさん、タカさん、ソラソヨカさん、ミキヤくん、お断りです。大吉さん、かわいい、ありがとう。マルさん、台湾ジョジョさん、スプマンテさん、シンイチさん、北斗のタカさん、フッチー、マクールさん、マコバヤさん、サンちゃんだよ、エボルタさん、ありがとうございます。こんばんは。開封したい。でも今開封したら楽しみがもう終わっちゃうから、ちょっと、もうちょっとしたらこれ開封式しますね。これはタイプ B です。タイプ B、 タイプ A がマイキューさんで、タイプ B がこの全員のやつで、劇場版があの PR 舞台メンバーが映ってるやつです。タイプ B、 タイプ B のブルーレイは夢はガラス瓶の中にと、花だれのドラマバージョンと、ダンスリリックビデオと、花だれ、お、花だれの千穂さんのソロのファーストテイクのやつと、息をする心、神様も呆れるくらいにが入っています。うえー、笑顔のチャンスは入っていません。今回のアルバム笑顔のチャンスね、入ってなかったんですよ、ミュージックビデオ。タイプ A の方に ST 遊園地が入ってます。これは MV が入ってるやつです。そう、 MV のみのやつ。こんばんは。お、劇場版届いた。おー、劇場版いっぱい見てください。
ジャケ写飾ってくださいね。私もゲットしますね。今ちょうど再販受付中なので、ぜひ。明日握手したい、待ってるよ。明日広島駅で待っているよ。みつさん、たい焼きありがとう。劇場版パちゃん入ってた、やったね。パーコパーコ、今日はたくさんあのねしちゃった、嬉しいよ、ありがとう。衣装店もありがとう。早すぎ、行動力。クロさんお疲れ。山猫坊主さん、たい焼きありがとう。イアスティさん、たい焼きありがとう。何、地引きできなかった、地引き、私も今日これで地引きできるかかかってる。ちょっと袋の開ける場所見つからない。どこなの、パシャの写真なかった。私も出ない可能性ある。無限回収しなきゃ。提供何もないわ。希望、尾崎セリカさん無限回収中ですってツイートしないと。春坊さん、山猫坊主さん、楓さん、エリオさん、たい焼きありがとう。新一さんお断りです。クロさんハートありがとう。届いてるけど、宅配ボックスで今日はお泊まり CD ですか。藤岡猫ニアさん、ハートありがとうございます。お、HMV のミニフォトカード、私もあれ欲しいの。あのタワーレコードのやつも渋谷店限定なんですよ。広島は対象店舗じゃなくて、タワレコと HMV のもらえるランダムのやつ、広島対象じゃなかったので、悲しいよ。もう開けちゃおうかな、気になって仕方がない。もう開けちゃいたいと思います。みんな、パセリが地引きできたらいいなという気持ちです。よろしくお願いします。でもどのメンバーが来てもハッピーなので、わがままは言いませんが、パセリ第一希望、パセリでお願いいたします。お願いします。では参ります。えい、かわいいパセリがいた。あ、見せれない、内緒です。内緒だけど、かわいいパセリが内側にいました。あ、見ちゃった。なんと、生写真、まずこちら名前の最後から見ていきたいと思います。まず名前の最後の文字が、あれ映らない、名前の最後の、今どこが映ってる、私の手のひらが映ってる、あ、下か。最後の文字がじゃん、花。お、これは尾崎セリカか。ボン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 、サーカリンでした。ピャちゃんでした、ピャちゃん。サーカリン、サーカリンが出ました。おー、美ですね。髪の後ろにリボンがついている、サーカリンが出ました。お、一緒だった、お揃い。サインもらおう明日、これ、サーカリンに。サーカリン選抜復帰おめでとうございます。大事にします。そしてもう一枚はこちらこれは店舗特典のやつです。店舗特典のこの2人のやつが欲しくて、ウェブショップで購入しました。これは選べます。このメンバーの組み合わせが欲しいってお店で買うと、これが絶対にもらえるので、ソラパセ、私たちは上新さん、ウェブショップで買いました。ウェブで買えます。じゃん、お、すごいじゃん、3人とも花がつくコンビだよ。花がつく3人の写真が揃いました。やったね。 STU でこの3人だけなの、この花がつく名前。おお、花は誰のもの。ちゃんちゃらんちゃ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 らんちゃんちゃん、やった、サインもらいます。ハッピー。
ーハッピーハッピー。写真撮ってもらおう明日、この写真と一緒に忘れずに持っていかなきゃ。キャタローでした。しんいちさんバラありがとう。じんれいさん拍手。ジャーパングさん寒天。まさかさん大吉さん。クロさん。かずむしんさん。えいちゃん。ポストさんありがとう。レネさんありがとう。ともっちさん寒天ありがとう。ありがとうございます。なんかお母さんも欲しいって言ってたから、これお裾分けしようかな。このそらパセちゃん、おお素敵ですよ。なかなか中のフォトブックも、ほうほう、これはタイプ A と劇場版も気になりますね。ほうほうほう、もうこのバージョン、タイプ B のこの裏側を見てほしいですね。ぜひタイプ B の裏側にはなんとみんなが大好きなパから始まる人が写っています。いいね、この4人いいですね。この4人のコンビを作りましょう。高崎空舞、空級、いいですね。なかなか良いですよ。チラッとシュッこんな感じです。どうでしょうか。ガトーショコラさんたやきありがとう。ぜひゲットしてみてください。動体視力、いや絶対に動体視力いい人でも見えてないね、こりゃ。おお、すごい、大事にします。飾っちゃおう、ここにアルバム飾っちゃおう。うーん、あんま見えない。ここホームズくんに紹介してもらう。よいしょ、パちゃんちブルーレイ見れない、だから実家に今度帰るときにみんなで鑑賞会します。私の実家さ、あれなんですよ、すぐ鑑賞会するの。イモーステレビとかも録画したやつの鑑賞会が始まるの。しかも親戚が集まってる日に始まるんです。ばあちゃん家でおばとかいとことかもう6人7人とかいる空間でイモーステレビを見るんです。恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしいので、またその時に見せようと思います。ね、あとは ST 遊園地を早く見たいです。 ST 遊園地、 ST 遊園地の TikTok 見てくれましたか皆さん。 ST 遊園地見た？見てない？TikTok のお知らせ STN の、 あの X で上げてもらった、上げてほしいですって言ってお願いした。なんか TikTok ってあれらしい、共有すると URL 貼るとアカウントが見えちゃうらしくて、だからあのお願いしますって言ってあげてもらった。みんなも気をつけて、知り合いとかに URL 送るとき。あとね、インスタもそういう仕様になったらしいですよ。本当ですかね。そうらしい。ちょっと待って、あ、リポストしてた私 TikTok のやつ。そうらしい。ぜひ見てください。タワレコで買ってない。これは上新さんで買いました。自分のこの写真が欲しくて上新さんで
一緒にソちゃんと2人で1枚ずつ注文しました。注文したの2人まとめて届きました。じゃんじゃんじゃん。こんばんは。なんかインスタは今までは違ったけど、なんか最近仕様が変わったみたいなのがこの前おすすめに流れてきた。本当かはわからない。でも X ってさ、あのイーロン・マスクさんになってから他の SNS のリンクを貼るのはあんまり良くないみたいな、そういうなんかルールがあるよね多分。だからインスタのリンクを多分貼っちゃいけないんだと思う私たち。そうなのでインスタをしてますよっていうのはショールームとかでお知らせしていくね。多分そうな気がする。違うのかな。だって前まで STU メンバーの URL をプロフィールになんかまとめてあるやつを貼ってたんですけど、そう多分そういう仕様になったんだと思います。こんばんは。そうね、イーロン・マスクさん鳥を返して。さとこさんハートありがとう。そうそうって聞いた。でも分からん、真相は分かりません。そうね、難しいね、ルールが変わると。今日はねタワーレコード広島店さんに行って衣装店を見てきました。写真こちら。なんか全部同期されてなくて見せれない。なんでなの？あ、こちら見せる。じゃん。一着一着じゃなくて12着飾ってあります。12着あるんですけど、私はこの自分の初選抜の息をする心の衣装と写真を撮りました。でもね、誰の衣装かわからなかったです。昨日のショールームでヘタレタチオの衣装のここがリボンがあ、これヘタレタチオのここの部分のリボンが虹色だったらナナさんのですって言ったけど違いました。この2年前の PR 舞台の時の衣装の時はナナさんのが飾ってあったけど、今回は違う色のリボンだったのでナナさんのではない衣装でした。誰のなんだろう。ピンクだったんだよね。ももちゃんとかかな。誰なんだろう。他の衣装もね、この息をする心の衣装も誰のか分かんなかったけど、いや自分のかな、いや違うかなと思いながら見てた。ここのなんか名前が書いてるんですよ中に。でもそれを見ないと誰のか分からないので、誰のか分からない。でももしかしたら自分のかもって思いながら見てたよ。答え合わせはできない。衣装さんに聞いてみようかな明日、誰のですかって。そしたら判明します。気になるよね。あの衣装さんのインスタ見たら今日ね、あのニアピンだったらしい。私たちが帰った後に衣装さんがいたっぽくて、そうタイミング合わずだった。もし遭遇できていたらね、質問できたかもしれないけど、また明日聞いてみます。あ、ニアミス、ニアミスっていうの。ムチハダさん、ニシさんありがとう。たい焼きとハートありがとうございます。美味しかったです。あ、そう、すれ違いだった。そうなの。あとね、あの衣装の後ろ姿も見れました。やっぱ端っこの方にある衣装は見れた、後ろ姿。でも暗闇とかは見れなかった。その写真も撮ったのになんかなぜか同期されてないんです。どうして。うん、同期してるな。クロさん小判、しんちゃんさんたい焼きありがとうございます。今日はね
サラちゃんとかアリちゃんさんとかも行ってたっぽい。多分これから他のメンバーも行くと思うので、皆さんもぜひ、パネル、タワーレコード広島店さんに毎年飾ってもらってるアーシャのパネルはまだ書いていません。今日ファンの方がいらっしゃってて、もうなんかね、この写真を撮ってる時にずっと映らないように、気づいてないふりをしてくださってたんですよ。で、申し訳なくて、うわ絶対気づいてるのに、なんかもう全然気づいてませんけどみたいな感じで、映らないようにこう他のとこ見に行ってくださったりしてて、あーごめんなさいと思ってさ、そそくさと帰ってきちゃったから、また改めて書きに行こうと思います。あ、そうです、タワーレコード、ま、高松丸亀店さんがツイートしてる、ポストしてる写真に私のサイン入りポスターが写っていました。そう、3店舗今回書かせてもらったので、でもその書かせてもらったけどさ、貼ってもらえてるかってやっぱりわからないので、かもっていう、貼ってあるかもっていう情報を今日メールで送ったので、もしお近くにお住まいの方いらっしゃったらぜひ見に行ってください。ぜひぜひです。今日はお知らせメールいっぱいになっちゃった、いっぱい送っちゃった。そうだね、明日は人多そうだね。タワレコさんリリーベあるけんね、でも盛り上がるのはとても嬉しい。明日ってさ、カープとかの試合とかぶったりしないのかな、みんな電車とか大丈夫かな、移動とか見てみるね。予定サンフレッチェとか今日は合ってるよね、昨日も合ってた。明日はカープない？お、じゃあサンフレは？お、明日あるね、明日18時半からって書いとる。え、でも場所はちょっと待って、明日は6月の10、あ、ないない明日。あ、今日は日本代表やってる、そうなのか、ほうほう。あ、明日は福山であるって書いてる。広島市内ではないみたい、福山って書いてました。じゃあそんなに駅とかは人多くないのかな、通りすがりの方とかにねぜひ見てほしかったけど、お仕事帰りの方が立ち止まってくださったりするかな、どうだろう、どうだろう、どうだろう、見てもらえたらいいな。せっかく無料観覧できるから、ライブ。石川先輩ハートありがとう。かいちゃん花瓶ありがとう。石川先輩尊いと可愛いもありがとう、でもお断りです、ありがとうございます。一輝さんハートありがとう。通勤時間、そうだよね、夜お仕事終わりの方々が、でももうお疲れかもね、あー今日も疲れたって、水曜日だし。ひろやさん、リデンさん、かいちゃんハートありがとうございます。しんいちさん、たい焼きありがとうございます。よしかずさん、たい焼きありがとう。こんばんは。お、チェキ明日届く、わお楽しみです。早く届いて、無事に届いて、サイン書いてあるちゃんとたまにサイン書いてないチェキがあったりする。ちゃんと書いてありますかって確認してくださいね皆さん。風の新さん、アジサイゼリーありがとう。ポムさんハートありがとう。サトッシーさん、たい焼きありがとう。
ありがとうございます。かずきさん、たい焼きありがとうございます。ありこり、こちらこそありがとうございます。ともっちさん、レインボースターありがとう。パセリは飲んで報告します。待ってます。いっぱい報告してください。ありがとう。デザイズハートさん、たい焼きありがとう。チェキ届きました。わあ、よかった。無事に届いて嬉しいです。無事に届け。あさん、レインボースターありがとう。キムさん、たい焼きありがとう。お、日本代表5対0で勝ってる。おお、すごい、頑張れ頑張れ。フィリップさん、たい焼きありがとう。みんな届いてる？嬉しい。ハッピーハッピー。私もなんか誰かメンバーの買ったらよかった、チェキ会。私もそのワクワク味わいたい。なんか今日これ開封するときワクワクした。こういう生写真の写りってメンバーも知らないんですよ。だからファンの方の届いたよっていう写真で知るんですよね。で、今日朝起きて、昼かな、昼前ぐらいに起きて、パセリあのねって調べたら、届いたよって言って、自分の遊園地のオフショット生写真が上がってて、おお、こんなお釣りなんだと思いました。そう、今日知りました、お釣り。これも開封するまで分かんなくて、どんな写りか、どの写真が使われてるか分かんなくて。で、前回もこのコンビだったんですよ。で、前回の時も私が笑って、そちゃんは笑ってないみたいな写真だったらしくて、そう、全然覚えてなかったんですけど、そう、私だけなんか喜んでる人みたいになってる。なんで？どうして？そうなの、このコンビあれなんです、自分たちで決めるんじゃなくて、スタッフさんがこう組んでるんですよ、多分。で、今回はこの2人、じゃあ次尾崎としなのみたいに言われて、2作連続で2人の写真ですかみたいな、びっくり。私はもう一個、もう一店舗あって、リコチとさやかりんと3人で写ってるやつもあるので、ぜひそちらも気になる方はゲットしてください。前回は1店舗だったんですけど、今回2店舗。嬉しい。前回さ、1店舗でなんか、1店舗しかないと思って、ちょっと寂しかったので、とても嬉しいです。2店舗やっぱ人数がさ16人いると、そう、メンバーによって店舗数が違ったりするから、とても嬉しいです。明日が発売日だから、全然明日受け取っても遅くないし、まだ受け取れない方もね、受け取ったら報告待ってます。無事に着いたようの報告待ってます。ケンタロウカップさん、ハートありがとうございます。そうなの、アルバムに挟めちゃおう。パセリ写真ホルダー、もうでもさ、写真がいっぱいたまりすぎて、これはね、私のノイミーさんの写真を入れてるやつなんですよ。これは永田しおりさん、あ、でもパセリいた、あれ紛れてパセリとヤンゴロいるけど、でも永田しおりさんの写真をね入れてる。やばいね、自分も入ってた。もう何回見てもこの前回の生写真が、撮影したところが美術館の壁で撮ったんですけど、もう私が刑事ドラマが好きすぎて、指名手配とかのそういうドラマでよく見るさ、ああいう線にしか見えなくって、いつ見てもフフ多分他の子はそんなこと思わないけどさ、私が刑事ドラマが好きすぎてそう見えてしまう。
ね、他にも見えてる方いるのかな、共感者いるかな、パセリ写真、パ写真、パ写真、パ写真、一旦ここに入れとこうかな。なんか私あちこちいろんなねフォルダがあって、あと実家にもあるんですよ。実家に送って実家でファイリングしてるやつもあるから、今手元にあるのがちょっと少なくなっちゃった。前はいっぱいあったんですけど、この前持って帰っちゃったんよね。これお気に入り、これも可愛いです。結構写りが漏れ、これも気に入っています。気に入ってるのばっかり残してるこれはあのエガちゃん、ちょっとむくんでいます。早朝すぎてむくんでいますいいよねこれ。ここにあ、これもあります。これはパセリです。これパセリ、眉毛がね、私もともとの眉毛こんな感じの眉毛ないよ。なんかこのニコニコ眉毛みたいな、なんかたまに筋肉、眉毛の筋肉が多分こういう形になってるから、ライブ中の写真とか見るとこんな眉毛してる。なんか今ちょっとできないけど、活かしてる。かっけえパセリです。なぜかこれもありました。オキさんのオキさんのポストか、オキさんのもちゃんとね大事に撮っています。遊泳禁止も大事に撮っています。やばいやばい、これはアンチコンフィチュールのキラリンさんね。写真整理が頑張らなきゃ。こんばんは、ゆうぴょんありがとう、こうさんハート、ガトーショコラさん、たいやき、じんねいさんかっこいい、りょうへいさんかわいい、こうさんハート、パニーさん、たいやき、ゆたぱぱさん、ラブレター、千本桜さんハートありがとうございます。ありがとう、デザイズハートさん、ギムさん、フィリップさん、石川先輩、ゲンゴロウさん、ナオさん、ケンタロウカップさん、コウさんお断り、アキモさんお断り、アさんお疲れ、ありがとう、ありがとうございます。いやまだいっぱいあるんですよ。なんかちゃんとファイリングできてないやつがここに今ある新整理大事。 Z さん朝顔ん間違った、アジサイありがとうございます。私アジサイと朝顔たまに分かんなくなる。アジサイゼリーありがとうございます。アジサイだった、アジサイアジサイ、この前アジサイ撮ったのちょっと見てほしい。同期されてるかな、同期されてた、ばあちゃん家のお庭に咲いてた朝顔、間違った、アジサイです。アジサイめっちゃ綺麗でした。雨が降ってたからなんか雫がついて綺麗だった。そう綺麗でしょ。今晩広島行きの夜行バス予約してあるの忘れてて乗らなかった。え、そんなことありますか。乗らない、乗らなかったの、忘れてたの、今思い出したってこと。大丈夫だった、大丈夫、キャンセル料とか 100% 取られるみたいなやつない、大丈夫。忘れていたの、そんなことある。いっちゃん、レインボースター、キョンシュさん、たいやきありがとうございます。
びっくりよ。まだ経験したことないな、それは。でもいつかするかも。飛行機も撮ってあった、どういうこと？分身してくるつもりだった？飛行機も撮って、夜行バスも撮ったの。はい、そりゃ大変、気をつけてきてください。ゆうちゃん、たい焼き、いっちゃん、お断りです。そう、フラゲ日だったよ、今日。そうだよ、今日フラゲ日だったし、衣装展も始まったし、もうお知らせごとたくさんでした、本日も。あとね、あ、爪を、明日握手会あるので、爪をきれいにうるうるにしなきゃ。今日は寝る前に爪をうるうるにする。うるうる、ツヤツヤにしますね。ちょっと今カサついてるので。カサついているわ。なんかみんなネイルがどんどん可愛くなってるんですけど、私はこれからもシンプルでいこうと思います。多分私はネイルをしちゃうと通うのがめんどくさくなって、可愛いネイルがどんどん伸びて、地爪がどんどんこうやって出てくる、すっごいねダサい感じになっちゃうから、ちょっとあの何ですか、ネイルを継続できる力がないと思うので、ちょっとこれからも地爪で頑張っていこうと思います。多分通えないんだよね、性格上。定期的にね、美容院も通えてないし。お疲れ様です。だからいつかはもしかしたらやってみたいと思って急にするかもだけど、今のところは予定なしです。これは見てください、かわいいピン。ソちゃんからいっぱいなんかアクセサリーのお下がりをもらいました。じゃん。そう、ネイルってめっちゃ高いらしい。この前聞いたんですよ、メンバーに。ネイルっていくらぐらいするのって言ったら、何円だよって言われて、えっそんなするのって言ったら、これでも安い方なんだよって言われて、ほいー、アイスがいっぱい買えると思いましたよ。すべてアイス換算。そう、もう私はもうマツパにお金かけていこうと思います。マツパね、だってそうだよ、ネイリストさんたちはそのネイルって2時間ぐらい座っとくらしいんですよ。でその2時間のさ、お仕事量とそれまで勉強してきたやつとか、その流行の何情報集めとかさ、いろいろ大変だからさ、まあ、それを考えたらね、いっぱいさお金を払っても高とは言えないけど、マコバヤさん、レインボースターありがとう。ともっちさん、レインボースターありがとう。なんかいっぱいもらったの、本当に。いっぱいもらったから今ちょっとつけてみよう、いっぱい。じゃん、あーあああ、落っこちちゃってごめんなさい。おいっぱいくれました。うん、本当にいっぱいくれました。うん、ほうほう、こんばんは。めちゃくちゃくれたの。すぎだよ。いっぱいつけとく。でも私さ、イヤリングすると耳が痛くなっちゃって、頭が痛くなるので大変。今は大丈夫そう。どうでしょうか。マシマシだね。やばい、二郎系ラーメンと同じ。イヤリングマシマシ、重たくない。でもやっぱ挟んでるから
違和感もあります。気になる。ブンさん、たい焼きありがとう。バーベキューってファンが焼いてパセリが食べるの？パセリめっちゃ激太りするやん。そんな、どうするどうする、どうなんだろうね。その時にもしさ、どうしても大事な、もうむくめない撮影を控えてるって子がいたらさ、食べれないよね。パセリはいっぱい食べる気満々だよ、バーベキューで。楽しみにしてます、めちゃくちゃ。楽しみだよ。いっぱい食べる気でいるけど、肉とか足りるかな。野菜も食べたい。バーベキューって何焼くんですか？玉ねぎと、椎茸も焼きますか？椎茸欲しいです。もし皆さんが焼いて私が食べるってやつだったら椎茸をください。椎茸と玉ねぎとかぼちゃ。かぼちゃとかってさ、すぐ焦げちゃうから結構見とかなきゃいけないよね。ホタテとか焼くの？へえ、そんな海鮮も焼いていいの？トウモロコシ、トウモロコシも欲しい。でもなんかみんなの前で食べるってさ、なんか歯がさあれパセリ1本歯めっちゃ黄色いよみたいな言われたら気まずくて、もう顔合わせられないかもしれない。夏野菜、おお、何でもある。野菜全部あげます、全部もらう。でも肉はあげないよ。ピーマンね、いいね、いいね。個人ファンクラブでもやりたいよ、バーベキュー。バーベキュー。飲み物って何ですか？ジンジャーエールかな、ジュース、お茶、水、何があるんだろうね。アルコール、なさそう。マヒナさんだけ持参してきそう、アルコール。今日のお酒はみたいなハッシュタグつけて。ビール、私はジンジャーエールにしよう。ジンジャーエールね。まひなさんのツイート楽しみなんですよ。私お酒に詳しくないからさ、それ見てこんなのがあるんやと思って勉強してます。ノンアル、この前ばあちゃんがキュウリのノンアルコールビール漬けを作ってくれました。全然ビール感じなくて美味しかったです。ビールはまだ苦いと思ってしまうお子ちゃまの口です。まっこり、なんで答えるよ、なんかと割りました、わおってなって割った炭酸と割って、なんかよくわかんないのが出来上がっちゃった。阿部寛さん、生きがいありがとうございます。両親は飲めない人です、2人とも。そうだから、そうなんかね、この前もあるね、ラジオの収録があったんですけど、そうお酒の大好きなメンバーさんがやってるラジオのゲストの収録があったんですけど、その時もパセリは飲めるなって、普段飲むのって聞かれて、いやでも STU 入ってからも周りみんな年下だから、そう年下だしそんな飲みに行く機会とかもないので全然ないですって言って、あじゃあそれは飲めないねってなります。この前徳島で飲んだ、徳島とか言ったらもう何のラジオの話してるかちょっとバレちゃうけど、徳島のツアーで飲んだなんだっけ、あれ阿波踊り専用のドリンクがめっちゃ美味しかったんですよ。なんだったっけ、アワライズですっけ。めっちゃ美味しくてあれが飲みたい今ずっと、ここ 1,2 週間ずっと
気になって調べたの、広島で買えないか。買えなかった。でも製造元は広島県らしくて、広島で作られてるけど広島では買えないって言ってました。マヒナさんが言ってました。でも徳島に行くと普通に自販機とかに売ってるよって教えてくださって、だからもうマヒナさんにお願いするか自分で徳島まで行くかの2択。これこれです。これがめっちゃ美味しかったんです。でいろんな味があるって言ってた。気になる。気になります。そう、通販で買っちゃう。いやでも徳島に行って現地で飲むのがきっと美味しいよね。ほんとだ、売ってるね。30本入りとか90本入りとかで買えるね。買いたい買いたいけど、私今ね帰省して交通費とあのお洋服買ったりして、今さ私もうお財布大変スカスカマンなの。ちょっと我慢しよう。7月とかになってからにしようかなね、7月とかまで待ってみようかな。そうだ、あ待って、私さ今日のショールームは STU メンバーのプロフィールを見る配信って言ってたのに忘れてました。今思い出した。なんかねあのね、そう今なんで思い出したかっていうと、私が今お金を使ったって話をして、そういえばなんか内海りねさんの特技がお金を使うことって書いてたなと思い出して、それで思い出したよ。私も最近お金を使いがち。最近はねあのコスメとかをすごくいろいろ試してみたいなと思って試してて、そう試しています。わあ忘れていた。じゃあ千穂さんのプロフィールから見ていこうかな。千穂さん2002年生まれだって。若っ。妹と同い年、早生まれ、3月だから早生まれですね。妹と同い年なの千穂さんって。知らなかった。千穂ちゃん、あニックネーム千穂ちゃんじゃなくて千穂なんですね。好きな食べ物牡蠣油そば。おー趣味お風呂3時間。すごい、お風呂3時間へえ、すごい、のぼせないのすごい。メイクのこだわりは3つマスカラ使ってますって書いてる。すごい、3にこだわりがあるのかな。お風呂3時間マスカラ3つ。あれじゃん、3でアホになるみたいな。千穂さんのメールはおにぎりの香りが抹茶に感じるよっていうメールです。気になる。今度おにぎり食べるとき嗅いでみよう、抹茶の匂いがするか。あそう、鍋あつさん、世界の鍋あつさん。強さの次マヒナさんね、昨日も言ったけど本当に意の次が立って本当にどういうこと、どういうことなの。マヒナさん2000年生まれ、早生まれだから2個下、私の2個下だって。嘘だ、マヒナさん私はお姉さんって思ってるんです。私の2個下でした。出身地すだち県、私もさこういうのにすればよかった、ちゃんぽん県とかそんなにしたらよかった。悔しい、次からするニックネームまひちゃん。
お、好きな食べ物、すだちフルーツ餃子辛いもの明太子。わあ、わかる、共感共感、全部共感、全部共感です。特技人間観察。おー、あ、趣味やばい、趣味お酒飲むこと入ってる、サウナお酒飲むこと、ゴルフラジオファッション、すごい、もうおしゃれな人の特技、間違った、趣味、すごい、私もこういうの書きたい。ペンライトカラー、濃い緑と濃いオレンジ。おお、セルアミの舞台、私も出てましたよ。おお、密かな野望、笑ってこらえて、はしご旅、これお酒飲みたい、お酒を飲みたいってこと？笑ってこられてはしご旅と酒のつまみになる話に出演するって書いてる。これお酒、お酒なんですね。いやもうすべてがおしゃれ。いや次ね、葵さんなんですけど、葵さんも絶対におしゃれ。あ、もうなんかもうおしゃれ、書き方がコンパクト。見てください、こんなに iPad で見るとこんなにあるわけですよ、画面が。でも葵さんの文章はここで終わっていて、スタイリッシュでおしゃれです、見やすい。あとおしゃれポイント、好きな食べ物のところの and more、 おしゃれ、脳みそ覗いてみたいです。葵さん出身地愛媛県、ニックネーム葵、血液型 A 型。うーん、すごい、すべてがスタイリッシュ。好きな食べ物、鯛茶漬け、たこ焼き。うわ、あ、え、梅干し好きなの？私も好き、共通点、私もたこ焼き好きです、鯛茶漬けも好きだし、かぼちゃも好き、全部共通点、嬉しい。アンドモアも共通点嬉しいね、紀州南高梅だって、全部共通。でもさ、こういう書き方によっておしゃれになるってすごい。学生時代の部活は吹奏楽部。わあ、特技耳コピ。わあ、趣味ピアノ、雑貨屋巡り、インテリア。わあ、もうおしゃれ。わあ、うわー、過去一し記憶に残った仕事、滝行&断食。やばい、きつかったって言ってたやつかな、いろんなメンバーが言ってたやつかな、メイクさんが言ってたやつかもしれない、絶対にインモスでしょこれ、前になんかメイクさんが言ってた気がする。滝行の時はメイク直しが大変みたいな言ってました。もうすごいおしゃれ、おしゃれ、もうメールもおしゃれ、ヘッドフォンしてる、あー、もうおしゃれ、いつも見るやつだ、葵さんがいつも持ってるヘッドフォンだ、スマホケースもなんかでっかいリボンついてておしゃれ、うわー、もう憧れです、憧れの生活をしています。葵さんはパフォーマンスも憧れだし、私生活も憧れ、すごい。あかりんさん、え、あかりんさん、私さ出身地うどん県とか書いてるかと思ったら香川県だ。でも生年月日は年齢不詳らしいです、永遠の22歳って言ってた。にゃんにゃん、ニックネーム福ちゃん、あかりん、あかりちゃんさんはなかったですね。好きな食べ物、うどん、タコス。わあ、タコスだって。何でしたっけ、あのあかりんさんの好きなタコス、この前リオツン食べてましたね、タコベル、タコベル、リオツンがタコベル買ってた、影響されてるね。
でも私も気になります、タコベル。で、あかりんさんは特技にフリースローって書いてて、もうこれは特技、絶対に特技、毎回決まっててすごい。特技、趣味、100人一首、自炊、わあ、ライブ参戦、猫、趣味猫確かに趣味猫、なんか猫のお尻とか乗っけてる。猫はきっと知らないんだ、 SNS で世界に発信されていることを、自分の尻がね、知らないんだよ猫ちゃんは。密かな野望、プロデュース公演をすること、よろしくお願いします。あかりんさん、プロデュース公演は絶対に出たい、絶対にいい、最高、早くやってほしい、ずっと言ってるんですよ、いろんなメンバーが言ってるんですよ、あかりんさん早くプロデュース公演してくださいよ、叶えますように。おお。好きなファッションはちょっと癖ありな服、気になるちょっと癖ありな服気になるよ。お、メール、ケロッピ、でかでかケロッピの写真が載ってました、めっちゃおっきいケロッピー。続いてアリちゃんさん、2004年生まれ、ニックネームアリちゃん、好きな食べ物アサイーボール、特技ドラム、趣味ドライブ、ね、おしゃれ、めっちゃおしゃれ、密かな野望は海外進出、おしゃれすぎる、好きなファッションは海外ガール、もうすべておしゃれ、おしゃれすぎ、え、待って、メールもおしゃれだったです、だったです、おしゃれでしたねえ、私もこんなおしゃれ生活したい。マイハさん、ニックネームマイハッチ、好きな食べ物マカロン、かわいい、特技人のいいところを見つけること、最高、最高特技です、マイハさん。わあ、このプロフィールも残り少ししか見れないから、いっぱい見とかないと。メール、そう、マイハさんのメールが昨日私こう一通り見てて、え、めっちゃいいってなりました。メールならではの画角っていうかさ、お布団の中にいるアイドルっていう、ね、いいね、確かに A 型多いね、 A 型多い、千穂さん O 型、まひなさん A 型、あおいさん A 型、あかりんさん O 型、ありちゃんさん A 型、確かに A 型多い、本当に A と O で構成されてる、ほい、4、6分の4が A 型で、6分の2、6人中2人が A 型、あ、O 型、 O2 人、 A4 人、知らなかった。ドラさん、ソタロウ、ニックネームソタロウ、血液型 A 型、好きな食べ物こってりラーメン、塩タン、ハラミ、ネギトロ、ハマチ、生エビ、キャラメル味のお菓子、よく食べてる、よく食べてるわ。ソタロウの部活の書き方がもうめっちゃね、ソタロウって感じなんですよ。部活、金管バンドクラブ、4年生打楽器、5、6年生アルトフルン、中学校剣道部、1、2年生、もうすぐ補足をいっぱい書くところがもうシナノソラハのプロフィールって感じね。カステラないじゃん、ちょっとあなた、カステラ選抜落ちしました、好きな食べ物からあんなにハマってくれていたのに。確かに揚げ鶏とかもない、選抜落ちだ、悲しいね来年リベンジしましょう、カステラ。
特技剣道を剣道三段。趣味寝ること食べること。密かな野望はラーメン屋さんを開店する。え、そうだったの。おー、メール、あ、メールのサンプルメールの写真が今日着てる洋服と同じだ。スタローさん。続いてマイキューさん。マイキューさん4月4日生まれ、愛媛県出身。ニックネームマイキュー、血液型 Q 型。いいな、私もこういうのやりたい。パ型みたいなのやりたい。ちゃんぽん県出身のパ型みたいなのやりたい。でもさ、旧型ってさ、大型があるからできることじゃないですか。パ型はできない。あ、でもパのこの丸も O か。私大型だからいけるかな。旧型。好きな食べ物、たらこ、ラーメン。放送部と家庭科部。家庭科学部、すごい、なんか素敵な学部。特技、クリボーの顔真似。趣味ゾンビ。どういうこと？どういうことですか？え、これは宇津美里奈さんのプロフィールではない？趣味ゾンビ。趣味ゾンビだそうです。密かな野望はガチ恋を増やす。ガチ恋を増やすのが野望だったんですか？めっちゃいるでしょ、もうすでに。もう多そうだよ、ガチ恋。ガチ恋増やすぎたらもうきっと大変ですよ、みんな。ねえ、多いイメージあります。私もみんな一途、みんな舞ちゃん舞ちゃんって言ってるイメージ。好きなファッション、デコルテが見える服。わお、大人です、マイキューさん。いや、もう身近にいたら恋する。こりゃこりゃ恋しますよ、だって可愛いもん。しかも瞳がいつもキュルキュル、キラキラ、お目目で吸い込まれそうです。今日もね、なんかね、会った時にオーラがもうすごすぎて、美、もう美しすぎて緊張しました。続いて2期生。今日2期生までしか見れないかな。10時ぐらいまで配信するとなったら2期生で終わりかな。明日 2.5 期と3期見るかな。イケコ、ニックネームイケちゃん。2004年生まれ、血液型 AB 型。お、 AB 型初登場。初登場かも。好きな食べ物、母と祖母が作ってくれるご飯。わーん、愛おしい。特技、反復横跳び。特技になっとる。わー、密かな野望、千鳥さんとかまいたちさんに直接応援したい。わー、夢が素敵すぎ。特技らしい、反復横跳び。ダンス部だったんですね。ほう、イケちゃん、イケ子。続いてリネ、2002年11月5日生まれ、ニックネームリネタン。え、ニックネームもっとなかったっけ。もっとありましたよね、リネ。なんかリーポンとか減ってる、いつの間にか。去年もなかったっけ。めっちゃいっぱいあるイメージ。うん、リーポンあったよね。なくなってる。そう、11月生まれのリネタン。仲間です。好きな食べ物、ソフトキャンディー、お菓子、ポテト。やばい。初めて見た、ソフトキャンディー書く人。でもこの前ガブリチューの話したんですよ、リネタンと。ガブリチュー知ってる？みんな。ガブリチュー大好き。
ぶり中。学生時代の部活は郷土芸能部かっこ和太鼓部パソコン部。おお。特技料理モノマネけん玉手芸人を食べ物で表すこと会の公式を早口で言うことお金を使うこと。もうツッコミどころしかない。これ去年もね高崎愛子の隠れ家の収録でどういうことってみんなで突っ込んだ。会の公式を言うどういうことってなりましたね。もうツッコミどころが多すぎる。趣味料理占いとかホラーを見ること。ほう。過去一記憶に残った仕事グラビア撮影警察のお仕事。リネ警察だね。リネ警察めっちゃリネって感じのプロフィール。続いて尾崎せりかさんは昨日見ましたので飛ばして、続いてうなちゃん、川又ゆうな出身地広島県ニックネームうなゆなゆな。ゆなゆなもニックネームもっとあったのに減ってる。ゆなゆなだけなってるじゃん。なんかゆうたまみたいなゆなとかなんかいっぱいあったのにゆなゆなオンリーになってる。うなちゃんです。うなちゃんちゃんとこれがゆうなになってる。ゆうなって書かれてる。いいね、わかりやすくて。未だに間違ってる方いるからね。ゆなゆなってニックネームだからより間違っちゃう。ゆなちゃんと思ってる人いるけどゆうな。わかりやすい。血液型 A 型。好きな食べ物お好み焼きホイコーロー。ホイコー。学生時代の部活陸上吹奏楽バトントワーリング。バトントワーリングやってるの見たことある。今頑張ってるって前言ってた高校の時かな。今大学生だからね、なんかもう成長を感じます。特技スポーツかっこ何でもできるかもはてなびっくりマーク。できそう何でも。運動神経めちゃくちゃいい。趣味海に行くことサイクリング魚釣り勉強読書。もう常に勉強してる。楽屋でもずっとパソコン開いて勉強してる。希望ペンライトカラーピンクなら何でも OK。 心が広すぎるすごい。密かな野望はスポーツチームに入ること。知らなかった。そんな野望があったなんて知らなかった。スポーツチームに入るのが夢らしい。うなちゃんいつも仲良くしてくれます。うなちゃんラクロス部っぽい嘘ラクロス部っぽい。あーでも確かにできそう。ラクロスしてみてってできそう。サッカーでも何でもできそう。本当に何でも踊れるし走れるし何でもできるからできるね。リエタンのペンライトの黒、なんか黒いペンライトが売ってるらしいですよ。そうでも白と黒が見分けるのがちょっと難しいらしい、でも黒ってやつがあるんだって。続いてリコちゃん。ニックネームリコチ。血液型不明。好きな食べ物ネギトロヨーグルトさつまいもかき氷マシュマロ麻婆豆腐じゃがいもはちみつ練乳プリン。あ間違った、練乳プリン。練乳とプリンは別でした。練乳プリンじゃなくて練乳プリンでした。ほう。かき氷ほう。マシュマロ麻婆豆腐もじゃがいも。急に素材が出てきた。さつまいもとじゃがいもいる。すごい。しんいちさんたやきありがとう。かき氷やばい。好きな食べ物のところめっちゃくさスペース空けてくれてんのに。学生時代の部活は卓球部帰宅部科学部英語部一息
全部一息で書いてあっておもろいね、面白すぎる。卓球部、帰宅部、科学部、英語部、帰宅部だったの入れるんだ、こんだけあってすごいおもろいです。特技、あ、やばい、私と同じ匂いを感じる。私の特技キキアイスにしてるんですけど、リコちゃんの特技キキサツマイモ、キキヨーグルト。やばい、同じタイプの人間がいた。一緒に同じ仕事でやるしかない、これは。卓球しながら帰宅するの？卓球しながら帰宅しながら科学学んで英語も話しちゃうみたいな、すごい多彩すぎ。趣味、エブリデイミュージカル。ほう、わあ、密かな野望、日本武道館に立つ、立ってみたい。そしてメールの写真の顔が可愛すぎる、赤ちゃん、ベビーフェイス。確かにまつげメイクこだわりある子多い。でもこれさ、描くの難しかったんですよ。どこをどう描いたらいいんだろう。やっぱ全部こだわりじゃないですか。まつげ多いね。続いて愛子。愛子、同い年愛子です。出身地兵庫県。ニックネーム、ニックネーム愛子じ、愛子、愛子さん。私は真ん中で呼んでます、愛子。前までは愛子ちゃんって呼んでたんですけど、いつからか愛子って呼ぶようになりました。もう3年ぐらい前ですかね、急に愛子になりました。好きな食べ物、チーズケーキ。あ、ずっと言ってる、ずっと言ってるよね。ここのお店の方が美味しいってずっと聞く。学生時代の部活は？少しだけバスケしてました。謙虚すぎない？謙虚、私だって少しなのに。私もなんか少しだけベンチだけどバスケしてましたとかにしてるか。めっちゃ謙虚部活。特技、写真を撮ること。趣味、占い、路線図を見る。おお、路線図知らなかったです。占いはよくメンバーにやってくれます。そうで、こういう少しずつとか少しだけしてましたとかの人の方がうまかったりするから、絶対うまいよ、絶対に。おー、メール。初めてジムに行ってきました。すごい、おしゃれ女、おしゃれ女や。続いて佐古。車庫です。なんとびっくり、2007年3月14日生まれ。2007年だって。どういうこと？最近、最近生まれです。ニックネーム、ひめたん、さこちゃん、かわいい。ひめたん、みんなさこちゃんって呼んでる。ひめたん、ファンの人もひめ様とか呼ぶから、姫たん呼びは意外とあんまりいないかも。血液型、O 型をお揃いです。好きな食べ物、麺類、いちご。おお、よくじゃがりこ食べてる、飲みます。学生時代の部活はギター、ギターマンドリン部。わあ、すごい、ギターマンドリン部。どんなことするの？特技、ダンス、ゲーム、過去一部、一部のゲームが好きだそうです。趣味、ゲーム、小説作り、歌。あ、歌うまい、めっちゃうまい、またうまいよ。しかも動画とか作ってくれたりしてました、前に。恋って記憶に残った仕事、僕らの春夏秋冬の MV 撮影。愛おしい。私もだよ、さこが作ってくれた誕生日動画、今では見返すよ。好きなファッション、ジャラジャラついてるやつ。でもめっちゃさこを感じる。好
きなファッションジャラジャラついてるもんね、いつもね、いつもジャラジャラつけてます。でも最近減ったんですよ、ジャラジャラが。でも最近は爪がジャラジャラです。結構黒とシルバーみたいな感じでかっけえです。どうしよう、次なんかピンクとかなってたらちょっと寂しいかもしれません。そう、かわいいの。続いてシミサラ、ニックネームシミサラ。好きな食べ物パン、大好き。もうオーディションからぶれないね、パン。学生時代の部活は軽音部。おお、特技絵を描くこと。おお、そうなの。え、めっちゃ歌うまいのにさ、歌うことって趣味にも特技にもない。ダンスもうまいのになんて謙虚なの。超謙虚じゃん。過去一記憶に残った仕事、ロケで高校の行事に参加し、田んぼの中で泥まみれになりながら競技をしたこと。どういうロケ、気になる、気になりすぎる。かわいい、メールの写真かわいすぎる。ヤッホーだって、かわいい。ベレー帽似合いますね。あ、イモース、イモースのことなの。高尾さやか、出身地福岡県、ニックネームヤンゴロー、血液型 B 型。好きな食べ物みかん、ネギ、麺類。おお、豚キムチなかった。特技お腹の音を鳴らすがいる、まだいる、まだいるわ。動物と会話する、もう喋ってるよく、猫とかに猫ちゃんこんにちはとか言って喋ってるもうなんかね、2、3年前ぐらいになんか一緒にお出かけしてる時に急に猫に喋りかけた時はびっくりしたんですよ。最初、え、今誰に喋ったと思ったら猫がいて、そう、その時はびっくりしたけど、今はもう喋るって分かってるからびっくりしなくなりました。ヤンゴロ採用されなかったですね。ヤンゴロちゃん、趣味雑貨集め、洋服を見る&買う、テレビを見る。あ、確かにテレビっ子のイメージある。猫ちゃん、猫とか犬とかとすれ違う時になんか喋ってる気がする。密かな野望はセンターになること、応援、応援しちゃう。チャレンジしたいお仕事、フォトブックを出す、ずっと言ってるよね。これも応援しちゃう、応援しちゃうよ、見たいよ。あ、そしてメールの写真が私の大好きな広島ゲートパークではないの。これは、これあれだ、パンちゃんと一緒に行ってるカフェの日だね。ちょっと日本語大丈夫だったかなパンちゃんとカフェに行ってる日の写真ですねって言いたかったんだけど、なんかちょっと口が回らなかったです。美味しそう、フレンチトースト。なんかこの日に夜ご飯行こうよって言って、パンちゃんもいるって言ったから、パンちゃんも行こうよって言ったらお断りされたお断りされた、もうお腹いっぱいだからって言われて、え、何食べたんだろうと思ったらパンケーキ食べたって言ってて、いやそれはもうお断りするわなってなりました。そう、お断りされた日ですね。これいつ、3月とかだった。そうです、そうです。続いてさやかりん、今日生写真が出ました。さやかりん、さやかり2001年生まれ、お、私の妹と同い年。ニックネームさやかりん、ぴゃちゃんはなかったですね。血液型 O 型、おー、りんご型とかじゃなかった。え、私これになんかさ、こうやってりんごのマークとかにしたい、キティちゃんみたいじゃん。さやかりん、好きな食べ物りんご、もうずっと貫いてる仲間意識。私もアイスだよ、ずっと。ラムネ、間違った、ラムネ、食べる方。
美味しいよねラムネ。学生時代の部活弓道部、いや本当にもうやってそう、みんなの憧れの先輩みたいな感じのイメージ。似合うね弓道部。特技イラストを描く、ロングスリープ、なんかおしゃれに描いてます、カタカナにして趣味アニメ漫画森、はい森だそうです、森、趣味森やばい、帰らないでくださいね、もうね森気になりすぎ、森に帰ることが趣味かもしれない。ペンライトカラーオレンジ、オレンジかけるオレンジ。密かな野望はドラマ映画に出演すること、おおそうだったの。メール、ぴょん、かわいい、レッスンしてきたんだって、整体も行ってメイクもして私服に着替えたって、テコテコ歩きます、テコテコ歩くってかわいすぎ、私も今度からよ、テコテコね、かわいい、テコテコ歩くそうです。なんかおしゃれ、おしゃれ生活してそう、さやかりってかわいい、ね、続いてゆきりか、2000年生まれ、ニックネーム、あニックネームりかちゃんの方が先なんだ、りかちゃん、ゆきりか、あいえおじゅん、若さとな、はんま、やら、そういうわけでもない、おい、りかちゃん、ゆきりか、血液型、大型、お揃い、好きな食べ物、コーヒー、ハンバーグ、おしゃれ、なんか喫茶店とかのメニューって感じ、おしゃれ。特技ピアノ、太鼓の達人、ドラム、すごいすごい、絶対音感とかありそう。趣味、趣味アイドルオタク趣味アイドルオタクらしい、アイドルを見ることとかじゃなくてアイドルオタクらしいです。ペンライトカラー青かける青、密かな野望はのんびり暮らしたい、のんびり暮らしたいの。メイクのこだわりはどれだけ早くできるか、わら何笑てんねん。おー、メールいい、ゆきりかのメールいいよ、最後の終わり方がいい、どうよ髪を切りましたっていうメールの一番最後の終わりがどうよって書いて、めっちゃいい。楽しいメンバーのメール見るの分かんないから。サラちゃん、サラちゃん、2002年2月19日生まれ、血液型 B 型、好きな食べ物辛麺マカロン、ね、ずっと書いてるイメージある。学生時代の部活秘密らしい、秘密なの、私が憧れるミステリアス女だ、秘密、私は何でもペラペラ喋っちゃうからね。特技映えスポット見つけること、教えてほしい、私はもう映えの正反対にいるもん。趣味カフェ巡り、ペンライトカラー白かける白、普段のメイクのこだわりはまつげ命、かっこいい、かっけえです。なんか美味しそうなドーナツ食べてる、これはどこですか、アイムドーナツとか、お腹すいた、私まだ夜ご飯食べてないんだよ。人気ドーナツ店らしい、30分並んだらしい、はあ。ください、食べたい、まつげ命。次なっちゃん、2000年12月12日生まれ、山口県出身、なっちゃん、何でしたっけ、直樹別名直樹です。なんか前にね、この前のリコチの生誕祭でなっちゃんが直樹って呼ばれてるのをこう MC で話したんですけど、それを知らなかった時に急にリコちゃんが「あっ直樹来た!」みたいな言い出して「え誰直樹誰?」と思ったらなっちゃん来たんですよえみたいな、どういうこと?と思ったら、そうリコちゃんがつけたニックネームが直樹らしい。
もう私直樹ガチ恋だからとか言ってて、どういうこと。そう、なっちゃんのこと直樹って呼んでるんですよ。そう、びっくりした。最初好きな食べ物かまぼこ、里芋の煮物、珍味、チョコミント。待って、気になる。珍味好きなの？トリュフとかってこと？へえ、そうなんだ。珍味気になる。どんなものを食べるんだろう。特技、ハシビロコンのモノマネ、メイク、水泳。おい、水泳泳げるのすごい。私泳げん。何でしたっけ、泳げない人って何て言うんだっけ、何て言うんだっけ、泳げない人。金槌か、トンカチか金槌、どっちだっけと思った。金槌か、金槌です。トンカチかと思った違った、二択でした。脳内で今二択だったけど、みんなが正解を教えてくれました。チャレンジしたいお仕事、地元のレギュラー。おお、ほうほう。メイクのこだわり、目力を生かしたメイク、リップはウルプル。確かにいつもプルプルしてる。なっちゃんおしゃれだし、メイクもうまくて、もうおしゃれお姉さんって感じ。年下やけども、やばい、メールもおしゃれだった。すごい、カフェなんかおしゃれな飲み物飲んでます。紅茶、麦茶ではないことがよくわかります。なんでしょうこれは、気になっちゃう。絶対に麦茶ではない。めんつゆ、めんつゆでもないね、絶対にね、この色は。うん、ほうじ茶？あ、確かにぽい色味か、何々ティーみたいな、ルイボスティーとかめんつゆ、確かにめんつゆの色ってやったらそれに見えてきた。そうめんつけたくなる色はしてるけど、どうだろう、正解は分からん。気になる。やばい、もう2期生終わった。少ない、少ないよ。じゃあ 2.5 期と3期はまた後日見ようかな、またゆっくり見ようかな。もう10時になっちゃいますね。ちょうど2期生終わりました。もうすごい面白い、みんなのメール読むのが好きです、楽しい。もうこんなん全員分取りたくなっちゃう。確かに、え、待って、ノーミョン、そうだね、ノーミョンのは今のうち見とかなきゃですね。ほんとじゃん、ノーミョンのだけ見とこ。ニックネーム、ノーミョン、ミョンちゃん。なんかノーミョンってコールがミョンミョンらしい、知らなかった。ニックネームノーミョンだけどコールはミョンミョンですって、え、知らなかったってなった。ミョンミョン言いたくなる、声に出したい日本語、ミョンミョン。おしゃれ、メールがじいじゃん、みょんみょん。何、特技、何これ、なんて読むんですか、特技なんて読むの、ノアミョンの特技なんだのこれ。ういろう、ういろうを売るの、ういろう売りって何、ウイロウ売り、何それ、ウイロウ売り、セリフを覚えるってこと、すごー、聞いてみたい。直接ジュゲムみたいなやつ言うの、
すごいね。じゃあ記憶力がめちゃくちゃいいんだ。すごいね。私もそういうの覚えられるようになりたいな。記憶力よくしたい。知らなかった。ね、私もウイロを売るのかと思った。ね、和菓子を売るのかと思いました。商売してるんかと思った。違いました。こんばんは。今日はアルバムの CD の生写真開封と、一期ドラさん二期生、そしてノアミョンのプロフィールを見る会を開きました。皆さんありがとうございました。一緒に見てくださってすごい自由な配信でした。明日は ST48 ファーストアルバム、こちらか、今探してた、え、やばい、どこに置いたっけと思ったらここに飾ってました。懐かしい明日の発売日です。明日は、広島駅にてリリースイベントも開催されます。ライブは観覧無料です。その後に握手会もあるので、お近くにお住まいの方、そして遠くから来てくださる方もぜひお待ちしてます。現地に来れないよって方はインスタライブで配信があるのでぜひご覧ください。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。明日待ってます。あ、めっちゃ緊張する。どうしよう、手汗がめっちゃ出るかもしれん。手汗を感じても、あの、秘密にしてください。もうハンドクリームにしてください。汚い汚いね。シュン、たい焼きありがとう。ヒロさん、花瓶。しんいちさん、ゲームギフト。クロさん、寒天。おみかんさん、いいね。ともちたん、アイス。わうわうさん、たい焼き。りょうへいさん、いっきさん、ぼっさん、ハート。わっちさん、しんいちさん、たい焼きありがとう。 KY さん、たい焼きハートありがとう。にゃんさん、まんじゅうありがとう。猫まんじゅう、なんだっけ、甘いまんじゅう。かずやさん、たやき。台湾ジョジョさん、レインボースター。ジロくん、ファイト、ありがとう。うわー、緊張する。握手カサカサさせない、だけど手汗はあまりかかないように頑張ります。でもライブ終わりだからさ、マイク握った方とかがめっちゃしっとりしてそう。明日ドキドキです。ミッチーお断りです。右田ピッポさん、たい焼きありがとう。コウさん、ハートありがとう。大阪のメンバーみんな手が保湿されてた。やばい、じゃあそれ以上かも。握手は片手派、両手派、両手、片手とかいるの？両手です。両手でお待ちしてます。もちろん両手でいただきます。じゃあお互い保湿していきましょう。うん、手袋なしだと思う。この前の大阪のメンバーが手袋なしだったから、今回もきっと手袋なしと思っています。なので手汗が心配ですが、よろしくお願いします。ゆちょさん、レインボースター。ネロケンさん、ハートありがとう。ドキ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 です。あ、そう、仕切り、あのフィルムはあったって言ってました。大阪の時はフィルムありだけど、手は手袋なしの、あのメンバーの可愛いお手手だそうです。お手手直で触れる、うん、なんて言ったらいいんですかね。素手っていうのが、なんか素手はなんかさなんかこの前の大阪の日に X で素手でした、素手でしたってめっちゃ流れてきて、素手って言い方やばおもろと思ったんですよ。なんていうのが可愛いかな。なんていうのがいいですかね。おてて、あ、直接おてて、そう、手触れます、手を触れますもん、うん、やっぱ素手
や、直直おてて、スキンシップ、ダイレクトハンド、じゃあダイレクトハンドでお待ちしてます、よろしくお願いします。ダイレクトハンドやばい、拳拳でよろしくお願いいたします。素肌、あ、素肌ってなんかいいね、素手よりも素肌なんかちょっとほんわかしてて、じゃあ明日素肌おててでお待ちしてます。何もしっくりこなかった。それじゃあ皆さん壇上読んだら終わりたいと思います。ありがとうございます。あ、みんないっぱい考えてくれてる、ありがとう。丸腰でなんか刑事ドラマでしか聞いたことない、丸腰でって、うん、おもろい、いい案があったらまた教えてください。大喜利みたいになっちゃった、ありがとうございます。それじゃあいきます。13位ワウワウさん、12位しんいちさん、11位ともっちさん、10位阿部寛さん、9位いっちゃん、8位にゃんさん、7位しんちゃんさん、6位よしひろさん、5位ゆたパパさん、4位 Z さん、3位ゆうたくん、2位かずのしんさん、1位 G2 さん、ありがとうございます。皆さん見てくれてありがとうございました。明日来る方はぜひファセリの上がりたてまつげを見てください。まつげパチパチです。昨日マツパに行ったばかりなので、たくさんまつげと目も見てください、いっぱい見てください。衣装もぜひ見てください。そうだよ、衣装を見て、めちゃくちゃ可愛いので、ありがとうございました。明日会えない方もまたいつかダイレクトハンドでお会いしましょう。ダイレクトハンド素肌おててでお会いしましょう。明日インスタライブで配信もあるのでぜひ見てください。それではおやすみなさい、おやすみ。